と自分の、初動は左でメッドウェイの中でタスクやっててリアクターが鳴り、リアクターを直した後に、もう一回メッドウェイに戻って、先端さんの声真似をずっと練習してたら停電が起こり停電中も先端さんの声真似をずっとしていてエレクトリカルに最後に着いたって感じで見ましなくちゃもう似てるよ。よいしょ。あ、テレテレはもう1ヶ月に1回やるかぐらいで考えておいてもらえればと思います。黒黄緑白全員いるかな。黒黄緑白これ以上右に行くと死にそうだからここは行かんときます。めっちゃ今怖いな。ゴミ捨てぐらいやってお前が死ぬんかい。いや、むずかったな、今。ピン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 。シュッ。全然発見されねえ。やばい、これ3キロ来そうだな。いやー、リアクター周辺のタスクなかったからな。はい。先端。あ、電池。あれ。あ、すいません、すいません。あ、今スピーカーミュートになってて申し訳なかったです。先端さんが死んでいる。はい。うん、今はもうカフェの招集ですよね。あ、そうです、カフェ招集です。キルプールとか、考えて、あと私が全然人と遭遇しなかったので、ちょっと情報を把握しておきたいと思ったの。って感じです、理由として。はい。はい。で、先端さんが亡くなってたってことですけど、私、先端さん見てないですよね。リアクターって来てました？先端リアクター来てます。で、先端最後に見たのは、私、セキュリティのカメラから、ストレージの上のタスクやってるところの姿を最後見てます。ストレージのタスク。神宮寺です。アドミンに、2回、停電の前にアドミンにいたんですけど、で、その時に先端さんが来てすぐ離れてるのを見てます。アドミンで見てますね。で、その時セキュリティが光ってたのも、見てる。多分時系列その辺だと思います、一緒だと。停電後でしょ。エレクトリカルも結構いっぱい。位置的にストレージとかじゃないですか。神宮寺さんが。いや、でもその後にエレクトリカル行った時に見てないので。見てないんで、アドミンで行ったんだったらアドミンかウェポンの方とかじゃないですかね。右側に行った人とかは、その停電後に。はい、停電の時、私、O2 で、タスクやって、ウェポンでカフェテリアっていう感じで行ってまして、先端さん見てないです。ウェポンカフェテリア。あ、はい、O2 ウェポンカフェテリア。全然合わなかったです、人と。最後、エレクトリカルいた方は、あ、6人ぐらいいたよね。はい。まあ、ほぼ全員ですね。うんうん。そうですね。神宮寺ですけど、覚えてるのは青、ピンク、黒、黄緑、茶色ぐらいですかね。あと黒もいました、私です。あ、白も。自分もいます。右側ってことですかね。右側だったら1人しかいないってますけど。あ、お疲れ様です。いやー、ちょっとね、まさか殺されると思わなかったんですよね。あ、じゃあ一応ネタバレなしで、ちょっとお願いできればと思うんですけど。あ、どの辺、場所だけちょっと教えてもらっていいですか？殺された場所。アッパーなんですね。アッパーだったら、誰なんだろう。ちょっとね、あ、僕はね、実はね、ストレージなんですよ。そうなんですよ。そう。
結構でもこれ絞れなそうですね。死体の位置が蒸らしてわからないので、だからねどうなるかね楽しみですね。失礼します。はいはい、はい、鳴らしました、はい、でちょっとゾニキさんには死体消しの疑いはかかってるんですけど、はい、どっちかっていうと、うんうん、エレクトリカル側で停電後に集まった方がなんかインポスターいそうだなっていう気がするんで、入った順番を洗いませんか。順番あの僕が0番でトータス0番だと思います。あのエレクトリカルの上でやってる最中に停電したんで。ああ、はい。で、タケオが停電直しました。で、トータスさんがそこにいたんで、もう確認してますね。うん、タケオさんの停電直してるの、私2番手でその後入ってますね。はい。で、横で見てます。ゆとり2番手ですね。でちょっと勘違いじゃなければ、うん、夏目先生が一番最後だったかなと思うんですけど、うん、あ一番最後ですね。自分ストレージ側から来ましたよね。上の方通ってきたんで下に死体があった場合は分かんないです。はい、自分の、初動は左でメッドウェイの中でタスクやっててリアクターが鳴り、リアクターを直した後に、もう一回メッドウェイに戻って、先端さんの声真似をずっと練習してたら停電が起こり、停電中も先端さんの声真似をずっとしていて、エレクトリカルに最後に着いたって感じで。お見舞いしなくちゃもう似てるよ。いやいや、違いますよ。ちなみにそんな器用なことできない。リアクター側にいたオラフさんと武雄さんとゆとりは3人共に動いているので、ね、先端生存確認してからずっと一緒にいるんで、うんうん、反応不可能ですね。うんね、はい、神宮寺ですけど、はい、アドミン出てすぐにエレクトリカル前で停電が直って、で、入ろうかどうしようかなと思ったときに、藤宮さんがいらっしゃって、はい、で、その後に上から夏目先生が来て、あ、もうこんなに来るなら中入ってタスクやろうかなって言って、そのまま入っていった感じなので、うん、神宮寺目線的には最後にストレージ上の方から来たのは夏目先生です。スーパーあ最後はありがとうございます。さっきゆとりさんが言ったのはゆとりさんと高橋さんとオラフさんです。あ、そうです。感謝。お二人です、ね。はい。了解です。厳しそうですよね、これ以上。これはもう、絞り出そう。うん。ボタンを押してね、死体が消えちゃうと、難しいね。ぜひね、ツイッターにね、共有とか、あとね、配信開始ツイートをね、リツイートとか、いいねとかしていただけると、非常にね、入り口が広くなりますので、ご協力お願いします。血液型占い。あ、生きてる時限定だよ、あれは。だって占ってももう死んでんだもんだって。死なないための占いだから。ごめんなさい、ゆとり押しました、はい、ちょっとさっきの方の件で、また別件で一つ私落としたい情報ありまして、はいはい、リアクター一番最初になって修理した時に結構な人数いたと思うんですね、はい、で、はい、その時にセキュリティに私とオータスさんが行ったタイミングで扉閉まって締め出されてるのを確認して、うん、で相手中入ったらいなかったっていう情報を落としたセキュリティセキュリティです俺入ってないですかセキュリティは入ってないですよ、1回目のリアクターの後は。行ってないですか？私が普通に見てて、セキュリティ側行って、あ、やばい、トータスさんだけ、動機ずれかね。向こう側に行って閉められたと思って、で、オラフさんが一緒に来て、動機ずれめちゃくちゃ多いからな、このゲーム。誰もいなかったんで。むちゃくちゃな攻め方されてるけど、俺リアクターが終わったと、リアクターで、はい、メンバーマットしてましたよ。メンバーシップした人はスポンサー登録ありがとうございます。リアクターでリアクターでタスク終わった後にまだリアクターにいてましたよ何人か。竹尾です。多分ねトータスさん真ん中のタスクやってましたね。真ん中やってました。真ん中のタスクやってました。僕最初にタスクやってたんですけど終わった後トータスさんいたんで、うん、その後ですね。うんその後セキュリティ縛りましたよね。やって真ん中のはいでそうオラフさんがセキュリティの扉開くタイミング一緒に見てたと思うんですけどその時なん で、ね、逆にそこでトータスさんいたんであればさっきのあの先端殺しの時の白一覧にトータスさんは入ってるはずなんですよゆとり竹尾オラフで
エレクトリカ向かってるんで、うん、でその時にトータさんはいなかったんで、うん、でエレクトリカ入った後にトータさんリアクあのゆとりさん、はい、今思ったんですけど、なんでそんなエレクトリカル近辺での殺害が起こってるっていう風にもう決めつけてやってるんですか？あ、エレクトリカル近辺の、あの別にセンターの殺害に関与はしてないと思います。単純にこういった情報ありましたよっていうのを私落としときたかったんで、うんうん、でも自然なのはリアクターで見てて、でそこから停電起こって、うん、みんなで停電切ってるんだから、うん、まあその近辺じゃないって思うのはまあ普通だと思います。うんうん、まあ、一応私から見て東田さんがそういうのありますよ。ああ、僕はあのリアクターからローワーエンジン行ってローワーからエレクトリカル。なるほど。めっちゃ誰か私に。ラグトで。警戒だけをしといてほしいっていう話。わ、うん、かりました。動機ずれはね、めちゃくちゃ大きくくくるとラグだけど、ラグでもないんですよね、厳密に言うと。難しいね。まあ、よくわかんない人はラグだと思ってください。ラグでそう見えたって感じ。めちゃくちゃ大きくくくるとそんな感じですけど、厳密には違うっぽいですね。動機ずれっていうのはなんか割と避けられないような、例えばね、こう、一瞬僕は右行くふりして下行くするじゃん。だったら他の人視点はこう動いたように見えるみたいな。ここまで行ったように見えるみたいな。とか、ワープして見えるとか、いろいろあるんですけど。割とね、どうしようもないですね。考察に入れて良いもの。まあでも、仕様なんでね、もうほぼ。ゲーム内の仕様みたいなもんだから、難しいんですけどね。扱いが。なんかインポスターの人がさ、なんかね、めちゃくちゃな嘘を正当化するために動機ずれでしたっていうのはちょっとあれだから、前ちょっと話した話だと、なんか第三者が、それ動機づらの可能性もあるんじゃねくらいだったらまあいいんじゃないかっていう形で、はい、一応考えてはいますね。ただこれは別になんか、それを言ったからダメとか悪いとか、そんな全然ないんで、そう。これはなんか別に、なんか僕が決めてるルールでも、公式のマナーでも何でもないんで、それぐらいがいいんじゃないかなって落ち着きどころを考えてる感じですね。オンラインゲーはね、やっぱ仕方ないっすね、ある程度は。ローカルでやってたらね、ないですけどね。なんか、Nintendo Switch でさ、同じ家で、同じ4人でやるみたいなとか、全然問題ないですけど。はい。夏目先生。夏目さん。はい。ローカルルールでもないです、これは。完全に。夏目さんを。ちょうど私、アドミンで一緒になってたので。スポンサーシップ、ありがとうございます。ごめんなさい。バグってます。これ、投票できないところじゃないんですね。投票できないところが今動けてるんで変な感じ。ちょっと状況の説明、ね、お願いしてもらっていいですか？僕のレポートになってます、これ。はい、そうですね。はい、シールドで、ご入る夏目先生の死体を見ました。はい、その前に藤宮さんとストレージで会ってるんですが、その時は、ストレージ側の、あれ、壁が閉じられてて、藤宮さんがどっちから来たかはわからないです。でも、最後の音は藤宮さんのストレージの下の方ですかね。っていうぐらいです。僕はその、トータスさんとすれ違った後に、おそらくナビゲーション付近で神宮寺さんとすれ違ってるんですよね。それは神宮寺さん。ナビゲーション付近。ナビゲーション、この字ら辺ですれ違ったと思うんですけど。ナビゲーションで。シールドの上ら辺に通ってる神宮寺さんとすれ違ったんですけど。どのタイミングですか？結構直近だと思うんですけど。いや私あれですよね。停電終わった後に神宮寺さんとエレクトリカルだったんで。直近だと、はい。ゾニキさんが停電で落ちてるのを見てるんで。うん、それは多分人違い。あれはだいぶ前のやつか。あ、うん。時系列が直近ではないや。人違い。あ、はい、停電付近で神宮寺さんとエレクトリカルであってるんで。動機づらマナー違反でもないです。しローカルルールでもないです。マナーやろう。トータスさん視点では藤宮さんが怪しいっていうことでいいのかな？最後に思ったのが藤宮さんのストレージの下なんで、これが
藤宮さんが、シールド側からストレージへ来て、締めやったら、まあ、発狂を遅らせたように締めたんやったら、まあ、藤宮さんかなっていうぐらい。相方の、ローバーあたりで、僕は左から通ってきて、ストレージで閉じ込められた。冤罪されがち。ストレージっていうか、左下で誰か通った人っていません？多分、ローバー通った時も誰かとすれ違ったんですけど、3切れで勝てるローバーも売れちゃおうかな。じゃあ、トータスさんと一緒に、なんか、藤宮さんとは何回か。そう。あ、お疲れ様でーす。センタンさん。夏目さん。センタンさん。なんか、どこで殺されたんですか、センタンさんは。エレクトリカルの通路ぐらい、シールド寄りのとこで殺されました。あ、その辺だったんですね。夏目さん、なんか、ストレージの下とか、その、コミュニケーションの通路とかだと思ってたんですけど、違いました。え、本当にエレクトリカルの前で殺されたの？え？何がですか？ん？え？ナビゲーション？ナビゲーションか。え、自分が？自分が？うん。うん、あ、自分が、誰？そうそう、シールド。誰？夏目と申します。あ、つい。あ、はじめまして。マジでさ、わからんくなるっていうか。あれ自分誰だっけ？シールドコミュニケーションの通路ぐらいで殺されました、本当に。え？全然違うじゃん。これ、人とか言っていいんですか？あ、いや、じゃあやめてみましょう。OK。まあ。まあまあまあ。いやー、まっす。あ、やっぱここだよな。それじゃ。うわ。うわ。えマジ強え。やったー。いやー。ほら。いや、どうだった？ごめんなさい。全然違った。これって、なんでだろう。完全に入ってったんだけどな。動機ずれかな。なんか、たまに壁すり抜けバグとかありますね。そうですね。はい。扉入った瞬間とかに閉めると、なるほど。おかしくなるっていう。あれですね。マジか。あれはお見事でした。いやーお見事。完璧だったと思う。られちゃう。お見事。お見事。最後ね、3切れもスパッと。最後追いかけっこだったんですよね。最後バレないように。いやー、オランさん疑ってたんですよね、はい、自分結構。だからこれ、そうですよね、うわって言っちゃった。オランさんすれ違った。あ、死んだ。いや、お見事です、本当に。いやー、お見事。いやー、やられた。全然。え、センターさんは？センターさんは藤宮がストレージの右下で右下かやりました。停電の後か停電の前ですね。前かリアクターの時です。あ、そうだ、リアクターか。リアクターの後神宮寺さんと会ってすぐ殺されました。その後。ああ、そうなんですね。あの時ですね。じゃあ、はい、夏目線だから藤宮さん夏目先生が来たっていうところで、まあ、会ってはいたんだ、うんうん、いやーでも全然、いやすごいな。さんがエレクトリカル側に犯人がいるって言われた時ちょっとドキッとしましたけど。まあでも多かったから自立する場所と状況が完璧でしたね、うんうん、いやーうまいな、うまかったですね。9人の立ち回りはだいぶ違うな、やっぱ10人とかっていう。なんかもう釣っちゃった方がいいかもしれないねえ。10じゃないんだ、まあ、確かにそうっすね。もう3キルは結構射程範囲、4キルだったらちょっとダブルキル2回しなきゃいけないし、うんうん、見つかる可能性も高いけど、3キルで勝てる場面だったら色が変わっちゃった、もう思い切って釣っちゃった方がいいかもしれない。かせめてペア、うん、そうですね。あ、本当だ、色買っちゃいました。待ってください。はい、あ、ごめんなさい。あ、いいっすよ。多分ここが落ちちゃったでしょ。急に難しいっすね。うん、まあ自分がもうちょっと死なないように立ち回ってれば、これ死ぬかも死ぬかもって言いながら殺されたんで。ストレージの右下はね、格好の場所なんで。そう、あそこでね、マジで、うん、これ死ぬかもな、死ぬかもなって言いながらやってたら死んだんで、やらなきゃよかった。いやー、うまかったなー。